阪急東方グループ東方、東方日比谷ビル東方日比谷ビルは、東京都千代田区有楽町一丁目にあるオフィスと、ショッピングモールで構成される高層ビルである。不動産は東方が所有している。旧日比谷映画劇場、有楽座の跡地再開発により、別館扱いのシャンテビル、ネムの広場と共に1987年10月に、開業。設計。 思考は竹中工務店が手掛けた。一般には、低層階にあるショッピングモール、日比谷シャンテがある建物として知られる。開業当初、事務所フロアは、日本生命保険に一括賃貸され、日清の東京本部が入った。これによって、東方は建設費170億円の約80%を、日清からの入居保証金で、残りも手元資金で賄い、無借金で、 東ビルを建設した。2004年に日本生命丸の内ビルが竣工すると、日清東京本部は、同ビルに移転した。このためテナント構成は変わり、東方本社、プレス向けの試写室3フロアのほか東方シネマズ本社、グルナビ本社、MC フードスペシャリティーズ本社、j ェイツコンプレックスなどが入居している。東方が所有するビルの中では、延べ床面積が最大級である。 ヒビアシャンテは東方ヒビアビルの地下2階から地上3階と隣接するシャンテビルの一部を占めるショッピングモールである。ネムの広場にあるビル等やシャンテビル区画は別館としている。開業と同時に TBS テレビがサテライトスタジオを設置しテレビ番組の生放送が行われた。1994年に赤坂の TBS 放送センターが完成すると 同時に閉鎖され、シャンテシネのスクリーンに改築されている。店舗は開業以来長らく副食品のブティックと喫茶店が中心であったが、2000年代後半に一部ショップ区画をレストランに転換させ、2012年9月現在67店が入居している。2018年に東京ミッドタウン、日比谷開業と合わせてリニューアルされた。ネムの広場は、 日比谷ゴジラスクエアに改称、ゴジラ像も作り変えられ、旧ゴジラ像は東方シネマズ日比谷に移設、東屋はローチ系のビューローに改装された。ミッドタウンとシャンテ本館は地下通路で連絡している。地下駐車場は一般車両は使用できない。バーゲンセールの名称はシャンテバザールで、開業以来2012年まで冬季と夏季に関東ローカルで、 テレビ CM が放送されたほか、周辺の東方シネマズでスクリーン CM が流れていた。施設のイメージキャラクターとして高橋彩を起用していた。ありがとうございます。